いただきます。今日も女子会でご縁について語り合う2人。今度県外から友達が来るんだけど。あ、そうなんだ、楽しみだね。でもね、どこに連れて行ったらいいか分かんなくて。いいとこいっぱいあるから、ご縁スポット巡り行ってみたら。神々が集うご縁の国島根、県外の方を対象に島根県の認知度と来訪促進を図るため、ご縁をテーマにした島根県のイメージキャンペーンがご縁の国島根です。島根にはご縁スポットがいっぱい。出雲、岩見、沖と3つのエリアには縁結びにまつわる様々な観光地があります。今回私が紹介するのはこちら、願い船です。やってきたのは出雲市の中央通り商店街。願いびなの取扱店はこちらの看板が目印です。こちらが願いびなですよ。まずは願い事を書き、須佐神社の分祀である八雲神社に参拝。そして願いびなを高瀬川にそっと流します。甘くて酸っぱい良縁に出会えますように。穏やかな流れに乗せて願いを縁結びの神様へ届けます。島根には不思議な力にあふれたパワースポットがたくさんあります。ご縁の国を肌で感じてみませんか。また観光客におすすめなのがこちら、県外からご縁の国島根を訪れた方を対象に、島根スーパー大使の吉田くんが証明するご縁休暇証をもらうことができます。もらい方は簡単。まずはホームページからご縁休暇願いをダウンロード。島根県内の24の配布場所で休暇願いを提示すると受け取ることができるんです。こちら中をめくりますと、吉田くんの言葉が、勘やひらめきを大切にする、いいアドバイスいただきました。一緒についてくる島根カードは県内施設や店舗で様々な特典が受けられます。島根の方はぜひ県外の友達に教えてあげてくださいね。ご縁休暇を取った後は宿探し、とっておきの宿泊プランもご用意。詳しくはご縁の国島根キャンペーンサイトをチェック。縁結びスポット行くと、このまま良縁がどん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 来て、素敵な王子様に出会える、そんな気がしてくるの。聞いてる？あら、縁は食べて引き寄せるの。おー、うん、美味しいから食べな、ね、おじちゃん。わかった、いただきます。